はい、どうも、ワンソクチューブです。今回は、レクサスの NX、新型 NX、私も購入して、納車待ちとなっていますが、そちらの試乗会、お招きいただきました。ありがとうございます。バチ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 。ということで、今回、すべてのパワートレーン、乗ることができるんですが、まずその一発目なんですけれども、NX450H プラスというね、プラグインハイブリッド、こちらのバージョン L お借りしていますので、早速行ってみましょう。今回本当に私、乗るの初めてです。なので本当に素のリアクションを見ていただければと思います。もちろん私購入してお金払っている、買っているユーザーですので、忖度なしで行きたいと思います。それでは パワースイッチ押してみましょう。ポチ。ほう、こういうオープニングアニメーションあるんですね。多分これはいくつかのパターンからアニメーション選ぶことができると思います。それでは、行ってみましょうかね。この、電気式のシフトを D レンジに入れて、走り始めます。で、まずは、ハイブリッドオートモードというので、行ってみたいと思います。この EV モード切り替えスイッチっていうのがあるので、それで EVモードと、EV オートという、モードが切り替えることができるそうです。で、チーフエンジニアの加藤さん、ぜひ、EV モードのみで走ってみてくださいというふうに、おっしゃっていましたので、後でちょっと、その EV、単独モードっていうのでも走ってみたいと思います。まあ、今せっかくなんで、じゃあ、EV モードで走ってみましょうかね。はい、今 EV モードに切り替えました。そうするとバッテリーが許す限り、EV で、走ることができるということですね。で、今、ほぼ満タンに、チャージしていただいていると思いますので、EV での走行可能距離62キロと出ています。そしてハイブリッドと併用することで、674キロ走ると、いうふうに、ここで航続可能距離が出ています。それでは、走り始めました。ま、お前から NX がすれ違っていますね。他の媒体さんが、撮ってるやつですが、完全に EV ですね。で、初めて運転した NX ですけど、ボディ合成とかステアの合成感とかすげえな。そして一番最初に一番ホットなプラグインハイブリッド乗っちゃうんで、ちょっとその後に乗るハイブリッドとかガソリンとかがちょっとかすまないか心配なんですけど、フロアの合成とステアフィールとかやばいな、これ。去年ラブ4PHEV の、試乗した時も、いやこれはすげえぞと、トヨタのプラグインハイブリッドやべえなっていう風に評価したと思うんですよ。もう本当に輸入車のBM の SUV の X3 あたりと比較しても負けてないって思うぐらいのドライブフィールだと絶賛してたんですが、この NX450H プラスの、おー、トルクもある。今結構ね、雨が降ってるんでウェットなんですけど、まあ今ね、立科で撮ってるんですが、ギリギリ雪にはならなそうということで、良かったなぁと思うとこなんですが、ぐいぐい EV だけで登っていく。でもバッテリーがさっき62キロ走れるっていう風に出てましたが、このようにエアコンを入れた状態で、山を登っていっているだけだと、今もう56キロ残りの、EV での航続可能距離ということで減ってってます。どんどん表示していた62キロ、まだ1キロぐらいしか走ってないと思うんですが、ギュンギュン減ってってるんで、ちょっとハイブリッドモード、オート、EV モードに、切り替えました。そうすると、おそらくバッテリーとか、でもまだ EV 走行比率 100% だな。チャージモードっていうのもあるんだ。チャージモードにすると、エンジンからなるべく発電してバッテリーをチャージするようにするんだと思いますが、今エンジン回ってるんですけど、まあ普通にハイブリッド
オートモードにしました。EV オートモードにしました。EV オートにすると、場合によってはエンジンをかけて、充電、あとは駆動用にエンジンも使いながら、走れることができるっていうのが、まあ、トヨタの、プラグインハイブリッドですね。e パワーとかとは違って、エンジンも駆動に使うというのが、まあ、プラグインハイブリッドになりますが、まあでも、結構積極的に EV で走りますね。パワーの方に振ってってもずっと EV ですね。そして今は結構強めにブレーキかけてますが、ブレーキタッチもめちゃくちゃいいな。いや、新世代レクサス、こうなったか。結構な、山坂道をそこそこのスピードで駆け抜けてってますが、いや、ずっと EV で走れてるし、で、さっき、充電用にかエンジンが一時期始動してた時があったんですが、そのエンジン回ってももう全く分かんなかった。あの振動とか騒音とか全然分からん。ハリアーハイブリッドでももっとやっぱエンジン回ったら回ったって分かるくらいの、振動と騒音あります。ハリアーハイブリッドでもめっちゃ静かと評してましたが、この NX450H のパワートレインの静かさ半端ないな。しかもさらにこれ普通に今ノーマルモードで走ってますが、スポーツモードもあるので、まあこちらねバージョン L なのでスポーツ S プラスとかはないですけど、ちょっとスポーツモードにしてみましょうかね。おほほほほ、マジかい。いや結構キャラ変する。ずっと今 EV だけで、スポーツにしても EV だけなんですけど、めちゃキャラ変する。もうグイッといきなり同じアクセル回路で、スポーツにした瞬間からドゥンって前に行きましたね。おお、エンジンもかかってる今。うわめっちゃ速い。ちょっと怖くて踏めないぐらい加速めちゃ鋭いですね。で、さすがに、スポーツモードにしてエンジンを回していくとエンジン音グワーンっていう音今入ったかと思うんですが、エンジンの音聞こえますね。でも途中まではやっぱ EV だけでグイって加速してきますね。いやめっちゃ気持ちいい。とにかくね、一言でこの NX450H プラスのドライブフィールを表現するとしたら硬質ですね。めちゃくちゃソリッドな感じ。いや難しいな、表現するのが。一言で言えてねっていう。まあとにかく硬質感がある。硬い、硬いっていうか一枚岩ですね。うん、なんか一つの塊っていう感じだ。ソリッドって言ったのはそういうことなんですけど、今までのレクサス車ではないですね。これは今までレクサス私8台乗り継いできて、今回買ってる NX で8台目ですけど、 IS300 の F スポーツなんかよりももっと上質で、 RX300 なんかよりももう全然あの力強さも、あとステアフィールの正確さっていうんですかね、やっぱ TNGA 採用以前のレクサス車とかだとやっぱりステアの中立付近とかの座りがややファジーな感じがあって、ちょっと気持ち悪い感じっていうのが、あの IS300 でも今乗ってるねモードブラックでもやっぱあるんですよ。もうそれが一切ない。でも重いわけじゃないんですよ、ステアとかも。でも遊びがない。これぐらい切っただけでもちゃんとあのノーズがぐいぐい曲がる。だから遊びがなく接地感もしっかりあって、でステアフィールも結構重めなんですけど重すぎない。なんだろうこの絶妙な感じ、今までにないですね。そんであの国産車離れしてますね。これは本当にアウディとかとも違う、メルセデスとかとも違うけど、昨今乗った国産輸入車含めた SUV の中でも一番ソリッドというか一体感がすごい。だからアクセルを踏んだその踏み代に応じた
出力、そしてステアを切ったらどれぐらい曲がるかみたいなのが、体の操作と車の挙動の齟齬がめちゃくちゃ少ない。だから BM のそれに相当近いけど、それともまたちょっと違う良さっていうのもあると思うんですよ。レクサスならではの味っていうところにここまで来たかって感じですね。仙台 NX とかとはもうもはや比較にならないですね。別の車ですね。まあ、450H っていうプラグインハイブリッドの車を乗ってるからっていうのもあると思うんですが、アクセル回路に対する出力も本当にミリ単位で正確にそのトルクを絞り出してくる感覚っていうのがこの 450H プラスにはあるし、ステアも本当に今までみたいにちょっとゴムが挟まってるみたいなそういう感覚もなく、それでいて足回りめっちゃよく動いてる。これクローズドのコースじゃなくてこんなにフラットなんだ乗り心地、今冷静になって気がついたって感じなんですが、いやーやばいなこれは。ちょっと 450H めちゃくちゃいいから、このあと350とか350H とか乗るのがちょっと怖いぐらい、この 450H の仕上がってる感が半端ない。いや乗り心地いいですよ。こんだけそのソリッド感、ダイレクト感みたいなものを出しながら、ボディ剛性もやっぱ下にバッテリー積んでるからだと思うんですけど、めちゃくちゃ路面のこのうねりみたいな、すげえめちゃくちゃ今道悪いんですけど、ボディがシェイクするようなこともなく、ちゃんと足も動いてるし、結構大きめの入力があってもシートには不快なデデンっていう感じの角のある衝撃っていうのは全く伝わってこないですね。でボディはやっぱり重いんですよ。こういうコーナーを抜けるときにやっぱりその慣性っていうものは働くんですが、それをこうものともしないこうやっぱボディ剛性と、あとステアの正確さ、よく動いてる足回り、そしてちゃんとアクセルを、その適度に開けていくと EV なんで、トルクが立ち上がるから外側に膨らまずにグイッと中に旋回していく。いやーすごい乗り物ですよこれは。忖度とかではなく乗ればわかると思う。今までのレクサスとは全く違うなっていうのが、特にステアフィールはすごくいいな。路面からの雑味が全然伝わってこないのに、ちゃんと切ったら切った分だけ曲がる。レヴォーグのサマータイヤ履いてた時もう大絶賛したけど、いやそれに勝るとも劣らないというか、パワートレーンの力強さがさらにこっちは追加されてるのと、静粛性がやばい。もう千鳥みたいになっちゃいますけど、やばいんじゃーってなっちゃうっていうねノブみたいになっちゃうんですけどめちゃくちゃ静か。だからレヴォーグで感じていたステアフィールの良さとか、走りの良さをさらに剛性感を高めて、雑味が一切入ってこない。でミシリとかそういう音とかビビリ音とかも発生させてない。一番音を発生させてるのが私が後ろに積んだカバンっていうそのぐらい全くボディとか室内から異音とかも発生させてない。路面の、ロードノイズもめちゃくちゃ静かに抑えられてる。窓方向からの静粛性もいいでしょう。多分私の声めっちゃクリアに入ってると思うんですよ。で今トラックとすれ違ったけど、なんかほとんど音も入ってこないし、で今路面濡れてるんでビシャーっていう音って多分入ってきて叱るべきだと思うんですけど、そういったものもない。
いや、これは自信を持って、レクサスが次世代レクサスと言って世に送り出せる車になってると思いますよ。うん。いや、レクサス NX 買ったオーナーさん、おめでとうございます。パチパチパチって感じですね。いや、450H プラスいいなぁ。で、こっから下りに入っていきますが、下りはね、やっぱボディの重さっていうのが、お、路面、雪があるというか凍ってるぞ。ちょっと用心しながら走りましょう。外気温4度と出てます。下りになると、まあ、車重がね、プラスに作用してくると、要は、車を加速させる方向に、作用してくるので、まあ、ちょっと前空いてるんで、ここでちょっと一旦止まって、ゼロ加速試してみましょうかね。今完全に止まりました。じゃあ、スポーツモードにしてます。で、フル加速してみましょう。ホイールスピンしない。おー、早い。早いけど、全然ホイールスピンしないんだ。EV で、うまく、駆動配分して、やっぱ4駆ですし、そのまま、グイーンと加速していく。で、でも、シートに体が押し付けられる、怖えーっていうような加速じゃなく、酔わない加速。これは、あえてこういう制御にしてるのかもしれない。だからセンチュリーとかで加速した時みたいな感じですよね。速いんだけど、加速 G が、乗員に、打って気持ち悪くならないような、脳が置いてかれるようなんじゃなくて、リニアに、ちゃんと、早く加速していく感じ。これは、だから、上品な乗り物だなってちょっと今思いました。なんか、乱暴な感じではない加速ですね。それを、どう、捉えるかっていうところもあると思います。もっと荒々しい、脳が置いてかれるような、もうドヒュンっていう加速を期待しているのか。でも、多分、トラクションコントロールがうまく効いているから、キキキドーンみたいなのはないけど、普通に速いんだと思う。うん、うまくだから路面にトラクションを伝えて、効率よく加速していってるんだと思います。で、今下りなので、ひたすら、回生しているような感じになっています。じゃ、一旦ノーマルモードに戻しましょう。で、パドルもついてるんで、まあ、減速セレクターというか回生をうまくコントロールできるような、モードになってると思いますが、効率よくバッテリーを充電していってますね。そしてさっきスタートした時点で、62キロ EV 走行可能と出ていましたが、ギュンギュン走ってたらですね、今 EV 残り走行可能距離33キロまで減っちゃいました。まあ距離として30キロは走ってないと思うんですが、やっぱり上り坂で、バッテリー使いすぎると走行可能距離は減っていってしまうなという感じですね。そういうこと。ここ見えるかな？ブレーキ踏んでるとブレーキランプがつく。あ、こういう風になってんだ。へー。なるほど。ブレーキランプをついてるかついてないかのインジケーターがメーターについてる。これはいいっすね。結構ね、こういうプラグインハイブリッドとかって、回生をして、減速 G が出ている時って、ブレーキランプついてるのかついてないのかわかんないみたいな時ありますが、ブレーキペダルを踏むとついてるけど、パドルで減速していってる時には、このブレーキインジケーターみたいなのついてないみたいですね。これを S モードみたいなのとかにするとまた違うのかな。そしてこちら、NX450H プラスというね、プラグインハイブリッドはすべて AWD のみの、パワートレーンとなっています。こう加速をしたりとか、する際にですね、リアに駆動が配分されてると思いますが、それをこう測り知ることのできる、画面ってあるのかしら。四駆モードみたいなのは特になさそうかな。ただ、試乗する前にですね、開発者の方に聞いたらですね、この四駆 NX450 の、四駆システムはリアはモーターで駆動してると思いますが、左右のトルクスプリットはないそうです。まあ、ラブ4みたいな、あとはアウディの、クアトロシステムみたいなコーナーの外側にだけ、駆動配分するような、ダイナミックトルクベクタリング機能みたいなものは
ついていないということで、まあ左右一緒に、回ると。 LSD のような、聞き方をする機能は備わってないということでしたが、まあ後ろから、蹴り出される感じっていうのはやっぱ力強く感じるので、モーターでリアを駆動しているのでラグがなく、トルクが立ち上がるので、そういう面でもまあ走りの楽しさみたいなのにこの 450H プラスは直結してるんだろうなと。このドライバーのアクセル回路とか、ステア操作に対して齟齬が少ないよっていうふうに、さっき言ったかと思いますが、そういうのの、感じる部分っていうのは、まあ、この、EV というかですね、プラグインモーターでリアを駆動させている、AWD のシステムによるところっていうのも大きいのかも。あ、そして今坂下ってってるけど、なんか自動でなんか若干回生がかかっているような感じなんだろうな。まあパドルで、回生の加減っていうのも、選べますし、まあもちろんブレーキを踏んでしまってもいいと思うので、下りはやっぱり、EV にとってはありがたいですよね。こういうプラグインハイブリッドみたいな、バッテリーをチャージしやすい状況っていうのはありがたいと思いますが、まあ全体として今やっぱさっき、残りの航続可能距離30キロまで減ったって言ってましたけど、あれからずっと下りのシーンが多いので、そのまま航続 EV 走行可能距離減ってないという感じで、やっぱ下りだとずっと電池使わずに走ることができるので EV の走行可能距離は減らないですね。そして今坂を下ってってたらブレーキペダルを踏んでいなくてもブレーキインジケーターが点灯した。特にパドル操作もしてなくても、あ、コーナー曲がってステアを操作してるときにブレーキインジケーター、なんだろう、ステアフィールと、下っている路面って判断すると自動でブレーキかかるのかな。ちょっと後で聞いてみますが、あ、レーンデパーチャーアラートが効いてんのかな。いや、そういうわけでもなさそうだな。なんか微妙に、あ、やっぱブレーキ今で点灯してるんですよ、ブレーキインジケーターが。これなんか地図と連動してんのかな。勝手に何もブレーキ操作もパドル操作もしてないのにコーナーが近づいてくるとなんか減速をしたりする。へえ、なんか不思議な感じだけど、あのドライバーの意思に対してそんなに介入してくる感じじゃなく自然にコーナーが近づいてくると減速している。もしかしたら地図連動のなんかあれがあるのかな。ちょっと聞いてみよう。これこの後の試乗で判明したんですけれども、レクサス NX 新型から採用されているプロアクティブドライビングアシストという新たな安全装備、運転支援系の装備で、ナビの地図や実際の路面状況、コーナーの RO カメラで判断したりして、コーナー前に減速をしたり、あと前方の車両に近づきすぎると自動でブレーキが踏まれたり、要は車間調整機能、そしてコーナー前減速機能がアダプティブクルーズコントロールを作動している時じゃない時も作動するというね、今までにない新しい安全装備、運転支援、これがプロアクティブドライビングアシストなんですよね。これマジびっくりしました。これこの後のレクサス NX350H や 350F スポーツの試乗でも解説してますので、そちらの動画もお楽しみに。まあとにかくね、この NX450H プラスバージョン L、一番最初に乗ってよかったのかなって思うぐらいめちゃくちゃよかった。ちょっと感動すら覚えるステアフィール、そして、ドライブフィール、ブレーキタッチ、全てにおいて塊感があるソリッドっていう風に、一言で言うと、ソリッドと塊感があるっていう風に言いましたが、本当剛性感、そして、ステアフィールに対する入力に対する、車の挙動で、ブレーキタッチも同様に、あと、アクセル回路に対するトルクの出方とかも、人と車のこうコミュニケーションに齟齬がない、ラグもないっていう感じですね。で、今坂で止まってるんでブレーキホールド押しました。ちなみに
ホールドのメモリー機能はないそうです。ブレーキホールド中も、ブレーキインジケーター点灯してますね。いや、これはいいですね。これ他の NX のモデルにもあるのかな、このブレーキインジケーター。いいな、これプラグインだけなのかな。ちょっと後で確認してみます。まあ、そんなこんなで、NX450H プラスバージョン L の試乗も終了ということで、ありがとうございました。これ一番最初に乗っちゃってよかったのかなっていうぐらい、他のパートレーン乗るのが怖いんですけど、まあ他のパートレーンはパートレーンでね、自信があるんだと思いますが、やっぱりLAV4PHV 乗った時もめちゃくちゃ感動したんですけど、やっぱその大きい理由としては、やっぱフロアの下にバッテリーを積んでると、で重量物を後ろに下の方に積んでるっていうことによる重さが、まあ、重心が低重心になっていると、さらにそれで、ボディ剛性も上がってるっていうところが、やっぱそのがっちりとした堅牢なボディっていう印象になってますし、重くなっているんだけれども、やっぱプラグインハイブリッドのそのモーターのトルク、これがあることによってその重さを感じさせない、めちゃくちゃ、パワフルな走り、これが好印象の、大きな理由となっていますが、この NX450H プラスでは同様に、それを感じることもできましたし、さらにステアフィールのスッキリさ加減、あとは静粛性の高さ、その他もろもろ、やっぱ次世代レクサスを感じさせる緻密なチューニングがされているなという感じがしました。本当にドライバーと車の相互が少ない、これこの、まあそれを、まあ俗っぽい言葉になっちゃうけど、ソリッドっていう風に表現するとしたら、一つの塊みたいな感じで車が操作できている、この一言にやっぱつきますね。最初に言った通り、いやー大変美味でした、ごちそうさまでしたみたいな感じですね。本当に全てのパートレーン乗りますので、ぜひね、チャンネル登録して他のパートレーンとの比較の、インプレッションもご期待いただければと思います。そして最終的に、どのパートレーンが一番美味しかったのかっていうのを、レポートしてみたいと思います。まあ私が買ってるのは350の F スポーツ AWD なんですけど、果たしてそれが正解だったのかどうかというのは、まあ、全部のパートレーン乗ってからレビューしたいと思います。これからも、レクサス車のレビューは、もちろんね、レクサス8台購入しているレクサスバカですので、お届けしていきますので、ぜひチャンネル登録してベルのマークをオンにしておいていただけると、モチベーションになります。車でも何でもね、欲しいと思った時が快適ですからね、車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバー1速チューブ、次回もお楽しみに。